さあここに立て。月明かりに照らされた地上が実に美しい。まるで地獄のようじゃないか。飛び降りて潰れて死ね。お前の偽りの望み通りだぞ。家畜を養う時間はない。邪魔だからな。あいつらも生成するだろう。早くしろ。さあ。なんだ、俺の袖など掴んで哀れんでほしいのか。だとすればお門違いだ。俺には人間の感情や感覚はもうない。さあ行け。なんだ、どうしたんだ、命乞いか。しかしお前の命など俺にとってはどうでもいいんだ。目障りだ、死ね。ただ俺は自分の気持ちに素直になれと言っているだけだが、お前はここまで言わないとわからないのか。さあお前は今俺にどうしてほしいんだ。言ってみろ。落とさないで。そんなことじゃないだろう。俺に牙の跡を舐められてどう思った。何を感じた。それを答えろ。俺に舐められている時のお前の表情はその心を全て表しているようだったが、なんだ、勇気になったか。ちゃんと俺の目を見て言うんだ、その唇でな。早くしろ。あまり待たされると俺の気分も悪くなる。そうか、俺に吸ってほしいとそう願うか。まったく、最初からそうねだっておけばよかったものを、いちいち本当に手のかかる。これはやはり厳しいしつけを施す必要がありそうだ。犬のように飼い主を見れば尻尾を振り構ってくれと走り回る。お前も俺を見るなりすぐさま体を投げ出し牙を打ち込んでくれとねだるように調教してやる。ご褒美だ。翻弄する力があるな。これでお前はあいつらを狂わせ北斎園でいたのだな。しかし確かに
これは随分と即効性のある毒のようだな。さすがの俺も頭が少しぼんやりしてしまう。まろやかで舌に絡みつき、そこからじわじわと俺の理性を奪っていく。そして飢えさせる。はあ、これは家畜が主人を飼いならすはずだ。拒まれても無理やりに組み敷き、その体から血を吸うくらいのことはしたくなってしまう気持ちはわかるかもしれない。どうした、座り込んで。外観で立っていられなくなったか。先ほどまでこの位置にいることすら怖がっていたというのに、今は吸血の快感しか感じられなくなっているか。とはいえ、見ろ、お前の血のせいだ。俺も体が少しぐらついている。このまま二人落ちたらどうする？ふん、バカ、真に受けるな。そんな愚かな真似をこの俺がするわけないだろう。そう思うのならば、随分と俺は見くびられているな。まあいいだろう。今はお前の血で酔っている。それにまだ飲み足りない。うんとよくしてやる。さあ、次も首筋だ。この匂い、強くなる一方だな。俺を誘う匂いだ。お前が良くなればなるほどに強くなる。もっとしてほしいだろう。また一段と味が濃くなった。これは罠と知りつつ飛び込むのはただの間抜けと思っていたが、そうなる気持ちもわからんでもないな。いろいろなことがどうでもよくなる。数々のヴァンパイアを籠絡してきた気持ちがまたお前をうぬぼれさせているんだな。ああ、お前もだいぶ溶けてきたようだ。しかしその感じきった顔を見ていると虫唾が走る。不愉快極まりない。ここから突き落としてぐちゃぐちゃにしてやりたいくらいに。しかし、この血は癖になる。
どうやらお前もこういう気持ちに悩まされているんだな。さあ、もっとよこせ。俺が牙で探ってやる。普通の人間には拷問となる行為だが、お前にとってこれは至上の快楽をもたらすものらしいからな。よだれを垂らして喜べばいい。ああ、ここにもあいつらがつけた跡が。他人が狂わされた情欲の跡を見せつけられるというのが、こんなにも腹立たしいとは思わなかった。お前になど興味はないというのに、お前の血にはそこまでの力があるんだな。俺以外の牙がこの体と血をもてあそんだという事実が刻まれている。それだけでふつふつと怒りがこみ上げてくる。お前を独占して俺だけのものにしたい。永遠にこの塔の上に置いて、俺のためだけに血を捧げるようにしてやろうか。バカバカしいと頭の片隅で思いながらも、こんなことを俺は思ってる。もっと欲しい。血が。俺の体が、お前を求めている。なんだその顔は。求められて越に行っているのか。ふざけるなよ。お前はヴァンパイアのことを何一つ分かっていない。お前の価値基準で俺を判断するな。散々思い知らされているはずなのに。お前は自分の愚かさにむしろ感謝すべきだな。うぬぼれるな。さあ、まだまだ夜は長い。日が昇るまでお前を貪ってやる。俺が苛立っているのは見ればわかるだろう。ああ、無性にお前を見ているとイライラするんだ。これは侵略心というのか。お前の心が粉々に砕け果てるまでお前の血を吸い尽くしてやりたい。